ダニエル・スティーブン・ストレーリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナディーノ群レッドランズ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、久保のロッテジャイアンツ所属。愛称は赤髪であるがゆえに、スペイン語で赤を意味するロホ。ストレーリーは、生まれは、レッドランズだが、育ちは、オレゴン州ペンドルトンであり、その町のリトルリーグで野球を始める。高校時代は彼は、 最初の2年間は、ペンドルトン高等学校でプレーし、その後、スプリングフィールドのサーストン高等学校へ転校。そして、西オレゴン大学に進学し、その野球チームでプレーした後に、マーシャル大学へ転校した。2009年の MLB ドラフト24巡目で、オークランドアスレチックスからで指名を受け、プロ入り。最初に所属した、A、A-9 バンクーバーカナディアンズでは11試合に、 先発し59イニングで5勝3敗、防御率4.12、66奪三振を記録した。2010年は A 級ケーンカウンティクルガーズに昇格し、28試合に先発して148イニングで10勝7敗、防御率4.32、149奪三振を記録した。2011年は A 級ストックトンポーツに昇格し、26試合に 先発して160.2イニングで11勝9敗、防御率3.87、154奪三振を記録した。2012年は AA 級ミッドランドロックハウンズに昇格。14試合で85.1イニングで3勝4敗、防御率3.38、108奪三振を記録し、シーズン途中でトリプル A 級サクラメントリバーキャッツに昇格。 53イニングで5勝2敗防御率1.36、脱三振67、被打率149と驚異的な数字を残す。そして8月2日にメジャーに昇格し、翌3日のトロントブルージェイズ戦にメジャー初先発、6回を投げ後脱三振、1四球、自責点1と高騰して先発ローテーションに加わった。2013年は先発ローテーションに定着して10勝を、 あげた。2014年は開幕ロースター入りし、7試合に登板して1勝2敗、防御率4.93だった。5月9日に、トリプル A 級サクラメントへ降格した。2014年7月5日に、ジェイソン・ハメル、ジェフ・サマージャとのトレードで、アディソン・ラッセル、ビリー・マッキニーと共にシカゴ・カブスへ移籍した。2015年1月19日にルイス・バルブエナと共に、 デクスター・ファウラーとのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。同年は4試合に投げただけに止まり、防御率5.40で未勝利に終わるなど結果を残せなかった。2016年3月28日にエリック・クラッツとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍したが、4月1日にウェーバー工事を経てシンシナキレッツへ移籍した。この年は2013年以来となる。 先発ローテーション復帰を果たし、34試合に、登板して31試合で、先発登板し、自身初となる規定投球回を、クリアした。リーグワースト対のの31基本類が、同ワースト5位対のの73よし9、同ワースト4位対の11よし9と荒れる局面も、あったが、チームトップの14勝を挙げ、防御率3.76ホイップ1.19を、記録して、 エース格として奮闘した。2017年1月19日に、オースティン・ブライス、ルイス・カスティーヨ、アイザヤ・ホワイトとのトレードで、マイアミ・マーリンズへ移籍した。2019年3月25日に自由契約となった。2019年4月5日にボルチモア・オリオールズと契約した。6月20日に、ィーフとなり、23日に、 マイナー契約で参加のトリプル A 級のオフォークタイズへ配属された。2019年7月31日に金銭トレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。2019年12月、韓国、久保リーグのロッテジャイアンツと契約。2020年はロッテでチーム最多勝ち、久保リーグの最多奪三振を記録した。平均急速時速 144km のフォーシーム。 ツーシームと変化球は平均時速 134km のスライダー、平均時速 132km のチェンジアップ、平均時速 119km のカーブを持ち玉とする。マイナーリーグ時代は請球力を武器としていたが、メジャー昇格後はむしろ請球の悪い方である。カーブ、チェンジアップの2球種に関してはボール球にすることが多く、空振りを多く取れる分、 見逃されて死球となる場合も多い。基本的にはフォーシームでカウントを整えて右打者にスライダー、左打者にチェンジアップを投げて三振を奪う投球スタイル。ツーシーム、カーブはあまり大投げしない。かつてはスライダーが最大の武器だったが2015年以降はスライダーよりチェンジアップのが空振りを多く取れている。球の軽さが欠点で基本塁打が非常に多い。 2012年には7試合で11飛弾。2016年にはリーグ最多対の31飛本塁打を喫するなど、飛本塁打率が1.00以下だったシーズンが1回しかない。ありがとうございます。